はい、コズの趣味部屋へようこそ。ご紹介していきたいと思います。今回ご紹介するのは、はい、こちら、悪魔将軍、再び。はい、前回のね、金消しに続いて、今回も悪魔将軍、ご紹介したいと思います。まあ、これもね、前回と同じで最終録になりますね。まあ、結構前にね、ご紹介したんですけれども、まあ、令和になってね、ちょっと再度ご紹介しようと動画にさせていただきました。まあね、これ見ての通りめちゃくちゃかっこいいよね。全身シルバーっていうの。もうこれね、ちょっと触れないぐらいのちょっとメッキなんですよ。メッキでもう完全に塗装されてて、ちょっと本当触れられないぐらい繊細なものなんですよ。前回のね動画知ってる方は知ってると思うんですけれども、ここのね髪の毛こっち側だったと思うんですけれども、髪の毛が垂れ下がってるんですね、胸のあたりまで。その髪の毛がポロンとね折れたっていう前回ねそれでめっちゃショック受けたね。まあ今はね接着剤で完全にくっついてはいるんで、いやあの時のショックは計り知れなかったね。このフィギュア、これめっちゃ壊れやすいんですよ。まあ自分はまだね髪の毛だったから良かったんですけど、他の人とかはねここの手にねこう出てるこの剣が折れたりとかね、そういうのがあるらしいんですよ。だからまだ自分は良くはないけど、まあ、修復できるレベルのところだったんでね、良かったんですけど、とりあえず細部までね、見るって言ってもねちょっとあんまり触れないんでね。ちなみにねこのフィギュアの顔の目の部分ですね、この目の部分がねなんと本物のダイヤモンドがはまってるということでね、その証明をするものがちゃんとあります。宝石鑑別所、こういうのがちゃんとつくんですよ。本物は天然ダイヤモンド、テーパードカット、まあ、0.054カラットとかね、 0.072カラット、まあカラット数はねそんな大きくもないんで、ほんとちっちゃいものなんですけれどもね。屈折率が 1.8 とかね、なんかこれは結構いいみたいなんですけれどもね。はい、ちゃんとこういうものがねつくんですよね。これが目に入っているということです。まあ、それはねさすがにお見せしたいと思います。一応ねお顔のアップさせていただいてますが、まあ目のところがダイヤモンドなんですけれども、ちょっと暗くて分かりづらいですよね。ちょっと光を当ててみましょう。どうです？って言っても他も全部光っちゃってんだけどねいやーいいね、かっこいい。これ見て、うわほらめっちゃ、うわすっご、何これ、この輝き方すごくない？うわめっちゃダイヤモンド光っとるやん、かっこいい。あららららららあららら、すごいこと。いいねこれね。はい、でこちらのね、まあ実はマントは別売りなんですよ。はい、このマントだけで1万円します。これもね職人の手でなんか作り上げたものなんですよ。なんか銀メッキかなんかをねこう貼り合わせて作ってるんで、もう一品物なんですよ。うん、だからね1万円もするんですよ。ちょっとこれね剥がせないですね、もうねすでに。まあちょっと多分剥がしたらここの銀メッキまで剥がれそうな気がして怖いんで、はい。なので本当はねこのフィギュア単体なんですよね。まあフィギュア単体で、まあ当時販売価格が6万ぐらいです。まあダイヤモンドはまってるしね、うん、まあそんぐらいすんのかなとも思うんですけれどもね。まあこれと違って色違いもねあと3種類ぐらいあるのかな。うん、まあそのうちの原作カラーって言ってね、
ここの胸とかがね、黒、黒と銀なんですよね。でアニメカラーとかだとね、これ黒いパンツなんですよ。パンツが黒で塗られてて、まあ、あとはここら辺がねちゃんと彩色されてるんですよ、胸のマークとかが。まあ、これはね抽選販売だったんで、まあ、自分が当たったのがこの原作カラーバージョンが当たったんですよ。まあ、購入権利が当たったっていうんですかね。で購入できたんですけれども、まあでも今思ったらね、この原作カラーが一番かっこいいかなって思うんですけどね、自分ね。なんか渋い感じ、いやー素晴らしい。でね、これちょっとねおまけとしてついてるのが、この下のね、下にこう置いてあります、はい、黄金のマスクなんですよ。はい、こちらね、黄金のマスク、まあ筋肉マン好きな人ならね分かりますよねこの黄金のマスク、これもあんま手で触りたくないんですけれども、まあこんな感じ、すごくない？ちゃんとね額に金って書いてあるんですよ。まあ、中は空洞なんですけれどもね、まあ、めっちゃ軽いですし、まあ、これは金メッキですね、使われているのが。まあ、でもこれも結構貴重なんでね、あんま触りたくないんでではね、ちょうどいいんでね、まあ、この機械に回転台座に乗せてね、まあ、一周させてお別れしたいと思います。ということで、いかがだったでしょうか。いや今回もね、いや2日連チャンで筋肉マンご紹介しましたけれども、やっぱいいね筋肉マンも。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。これを見てね、ぜひよろしければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。